パリオリンピックのハンドボールで8強入りの望みが立たれていた日本は、スウェーデンとの最終戦も落とし、前回東京大会の1勝4敗を下回る5戦全敗で終えた。得点源のアビラ、RK バルダル、藤坂、日体大、が、分厚い守りに封じられ、前半だけで7点ビハインド。後半も差を広げられた。チームは今年監督交代に揺れた。 名称として知られるオルテガ監督を迎えて立て直し、3試合で接戦に持ち込んだものの、勝利はどうかった。指揮官は、身体面、戦術面とも、日本と欧州では大きな差があると認めた。強豪にも勝つには、何が必要か。全員が欧州のクラブで試合を経験するのがいいが、なかなか難しい。世界選手権や五輪に毎回出て、慣れていくことが大事。 フランスを主戦場とする吉田、なんと、は、こう総括した。